どうもありちゃんです。今日はスイッチのフィットボクシング2でダイエットをしたいと思います。みんなも一緒にダイエットしようぜ。では早速ゴー。初級コンビネーション1はワンツー左アッパーのコンビネーションがメインのエクササイズです。同じ腕で連続してアッパーを打ちます。一発一発腰の回転を意識しましょう。それでは始めましょう。始めましょう。初級コンビネーション1始めていきたいと思います。みんなもやってね、一緒に頑張るぞ。テンション上げていきましょう。テンション上がっていこう。まずは基本姿勢ですよ。右足を下げ、体の向き右斜め45度。右手顎の横、左手顔の前、はい、前、後ろでリズム取りますよ。はい、1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ、このリズムで動いていきます。背景めっちゃ良くない？海。それでは左アッパーいきます。気持ちよく運動せーの、ひねってアッパー。悪くないですよ。いけた。脇を締めて打っていきます、はい、せーの、内側からしっかり打ちましょう。せーの、ひねってアッパー。よし。せーの、ひねってアッパー。それで、せーの、はい、下からアッパー引き上げます。いい感じ。せーの、肘の角度が伸びないように。せーの、ひねってアッパー。アッパー足します。ひねって、はい、ひねって、はい、せーの、1、2、3、呼吸をしっかり、せーの、はい、はい、せーの、相手の顎を狙いますよ。はい、相手の顎を狙います。せーの、ひねって、いけ、ひねって、ワンツーいきます。左から、ワンツー、はい、ジャブを崩しながらストレート。はい、はい、はい、上半身だけで打たないように。左に打たないこのタイミング。どういうこと？せーの、足感じするのは。せーの、ワン、ツー、ジャブ。それです。左から、1、2、3、ナイスパンチ。ワン、ツー、アッパー。それです。せーの、ワン、ツー、アッパー。難しい。せーの、ワン、ツー、アッパー。決めて、アッパー。左から、1、2、3、4、大型になってるみんな。せーの、内側しっかり縮めましょう。あ、切れた。せーの、軸をしっかりとイメージします。割と疲れるから、ね、ワン、ツー、アッパー、ひねって、左アッパー。せーの、ワン、ツー、アッパー、アッパー。せーの、1、2、3、4、5。せーの、ワン、ツー、アッパー、ひねって、左アッパー。ストレート出します。ワン、ツー、アッパー、ひねって、アッパー。ストレート。それです。いい感じ。2回リズム取りますよ。トン、トン、トン、はい。ワン、ツー、アッパー、ひねって、アッパー。リズムよく。あと8回いきます。せーの、めっちゃ切るやん。テンション上がる。それです。1、2、3、4、5、6、7、8。最初のパンチを力強く。せーの、ワン、ツー、アッパー、ひねって、アッパー。最初の動きは大きく。ワン、ツー、アッパー、ひねって、アッパー。それぞれ呼吸をしっかり。ワン、ツー、アッパー、アッパー。せーの、ワン、ツー、アッパー、ワン、ツー、アッパー。ラスト。ワン、ツー、アッパー、ひねって、アッパー。ストレート。はい、OKです。リズムに乗ってきました。もう終わりました。残りあと半分です。まだ半分もあるよ。全身でリズムを取りながらタイミングよくパンチを打ちましょう。頑張ります。それではスイッチします。右足が前、左足が後ろです。右手を前に持っていきます。右手前、ね、リズムを作ります。ここ1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。それでは右アッパーいきます。はい、せーの、ひねってアッパー。動きをよく見て、脇を締めて打っていきます。はい、せーの、内側からしっかり打ちましょう。いい感じ。せーの、せーの、ひねってアッパー。それです。せーの、下からアッパー引き上げます。せーの、肘の角度が伸びないように。せーの、ひねってアッパー。アッパー足します。判定がまずい。せーの、ひねってアッパー、ひねってアッパー。拳を顔の高さでしっかり伸びた。せーの、ひねってアッパー、ひねって右アッパー。いい感じ。楽しい。せーの、楽しい。1、2、3、4。呼吸をしっかり。せーの、はい、せーの、相手の顎を狙いますよ。
発音します。ワン、ツー、アッパー、それです。右から、ワン、ツー、アッパー、ナイスパンチ、疲れてきた。ワン、ツー、アッパー、それです。せーの、ワン、ツー、アッパー、アッパー足します。せーの、ワン、ツー、アッパー、決めて、右アッパー、右から、ワン、ツー、アッパー、シッポー、せーの、ワン、ツー、右をしっかり決めましょう。ポン、せーの、右をしっかり決めましょう。ポン、ポン、いい感じだわ。疲れた。6分だけだけどめちゃくちゃ全身動かすから疲れました。どうでしたか私のパンチ。ちょっとグダグダだったかな。大丈夫だったかな。はい、というわけで今回は初級編、初級コンビネーション1編。はい、では今回は初級コンビネーション1やってみました。どうでしたか。またこれからもやっていきたいなと思うので、ちょっと痩せたいのでね、頑張っていきたいと思います。またやろうかなと思うので、良かったと思ったら高評価いただけると嬉しいです。ではまた次回の動画を見てください。バイバイ。